さあお送りしているのはジュディ&マディそばかすです。るろうに剣心の、曲になりますよね。ということで月曜日といえば登場していただきましょう。この方です。おはようございます。占いは良くても悪くても自分の都合のいいように解釈しがちなすばひろみマンデーです。今日もよろしくお願いします。お願いします。私も全く同じです、はい、一個いつも見てるサイトで、うん、カニ座が良くなかったら、うん、別のサイトを探してあのー、順位が上の方のを信じるって。わかります。でもあんまり最近そういえばそういう星座占いって私見てなかったんですよ。あーでもこの朝ねいつもこの早い時間出てくるときはちょっともう占いまだやってない時間帯ですよねきっとね。占いをでも見るぐらいの余裕を持って生活したいなって思いましたね今。まあ確かにね本当にでも結構でも小学生の時とか本当に毎日欠かさず見てましたよ。わかります。本当にそれはすごくわかる。律儀にねラッキーアイテムとか身につけてましたよね謎のそのアイテムを探す時間があるっていうね朝は素敵ですよね。そうですね。なかなかなんか、うん、こんなもんどこにあるのみたいなアイテムとかもありますか、ね、ありますよね。たまにね黄色いリボンとかね、どうすんだそれつけて学校行けないぞみたいなね、まあ、小学生だったらまだねいけるかもしれないけど大人はなかなか難しいですよね確かにね、そうですよね。さあ占いねあの週刊桜平ってあるんですけど、はい、上田だと入らないですよね週刊桜平は。あ週刊上田みたいな週刊あるんですね新聞にこれね、今週の運勢って載ってるんですけど諏訪さんは何月生まれですか。私は七瀬さんと多分相性がいい。カニ座じゃなくて魚座と相性がいい。あ違うあれもう頭ぐちゃぐちゃカニ座と相性がいい魚座です。魚座ということは、はい何月生まれ？3月です。3月、はい3月生まれ。ライバルの弱点に気づきます。集中的に攻めましょうっていう。おっしゃこれはいいのかな悪いのかな。週刊桜平の占いすごく面白いんですよ。そう本当にすごく面白くて私なんたく毎週楽しみにしちゃってるんですけど、7月生まれは何もしない時間が長く感じられます。イライラしますって書いてあるんですけど、すごい、まあ、皆さんもチェックですねちょっとこれ要チェックなのでぜひ ね週刊桜平見れる方は見てみてください。はい、では今日もこの後諏訪さんと一緒にお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。都大路を駆け抜けろ。地域の皆様に信頼される医療機関であることを目指して、外来入院在宅医療、患者さんの立場に立った医療を第一に、心のこもった診療を行います。医療法人三聖会金沢病院は佐久長聖高校駅伝部を応援しています。時刻は8時35分を回りました。引き続き諏訪さんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐久市民新聞っていうのもあるんですけど、はい、ここにも今週の運勢って言って、干支で載ってるんですよ。干支なんか珍しいですよね、干支っていうのは。でもいろんな占い屋があるからいろいろ見てみると楽しいですよね。うん、そうなんですよね、うん、私牛年なんですけど、はい、牛年の8日までの運勢は、うん、人気運がある時誘いも多いが取捨選択を予定を詰め込みすぎないというふうに載っておりました。モテモテなんだないやちょっと今のところ覚えはないですね。あらら予定を入れてください。七瀬さん誘いましょうみんな。8日っていうと今週の木曜日までですよね。そうですね、習慣だからね、出るタイミングでってことだと思うんですけども。そうなんですね。諏訪さんは何年ですか。私はね羊です。羊年、はい、8日までの運勢、運気は安定、心穏やかに過ごせそう、行動するより休養の時間を持つというふうに載ってます。いいな。羊年いいですよ、なんか可愛いからもこもこと ねなんか牛年ってちょっと言いづらいんですよいやでもね私ねなんか羊は紙を食べるからなんかお金をたくさん消費するとかって言って子供の頃おばあちゃんに言われてすごいショックだったの覚えてます、すごいその考え方初めて聞きましたよそうですか、うん、ね見た目は可愛いですよね。可愛い可愛いですよ本当に、はい、来年はねうさぎ年ですよ ねうさぎ年って一番いいですよね、なんかね可愛くて。ああ確かに、うん、可愛らしい。私の弟がうさぎ年なんですけど、すごくなんかね羨ましいですよ本当に、うさぎ年の方のちなみに今週の運勢はですね、はい、自分の計画を心よく応援してくれる人が現れる、うん、この機に一気に進めてということで。いいですね、前向きにいいことばっかり書いてありますね、これね。ピョンピョンとね、そうね、来年に。あ、いいですねうさぎ年来年ということでね、信濃毎日新聞ではうさぎさんの写真を募集したりとか最近はしてるみたいで、
あの新年一発目のところに乗るみたいですよ。おーいいですね、皆さん、ね、うさぎさん、うさぎさん飼ってる方はね、ちょっといらっしゃいますよね。私昔飼ってましたよ。あー、うちも親戚の子が飼っててね、うさぎと一緒にお泊まりに来たりしてましたね。あ、やっぱりお家に置いておけないですよね、うさぎさんはね。寂しいと死んじゃうみたいな ね、 うね。猫さんとはまだちょっと違いますから ね、 ね、うんうん。どんなうさぎさんだったんですか。私ちっちゃい本当に野うさぎさんですね、うんうんうん、あの手のひらサイズから育てた、すごい。一人でいたから拾ってきたみたいな感じ。うさぎ拾ってきたの。そう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 、そういう感じ。すごいですね。のうさぎのんたんでした。え、うさぎってその辺にいます。いましたみたいです。本当ですか。すごいな、ね、かわいかった。いいですね、はい、うちもねうさぎ飼ってたんですけど、はい、結構あの耳が垂れてるあのタイプだったんですよ。かわいいですよね。かわいいですよね。あれでも結構あのやっぱりなんですか、しつけっていうのは結構難しくて。サニさんそうですよね。なかなかねコードカジカジとか結構しちゃいますよね。結構被害額がストーブとかね、危ないんですけどね。だからその対策のためのその電気コードをね、うん、保護するものとかもありますし、結構いろんなものを壊されたかなっていう感じですかね。あとのノートとかも床に置いとくとすぐかじるんですよ、うん、あーでも可愛いから許せちゃう。許せちゃう、許せちゃう、うん、あの宿題とかをね置いといちゃった時にはもう終わりですよね、うん、それは悲しい。一回ちょっとやられたことがあったので、かなりあの先生に何て言ったらいいのかっていうウサギがあって正直に言いましたね、確かね。悲しい。ちょっとね、そんなこともありましたけどね、うん、では引き続き諏訪さんとよろしくお願いします、はい、お願いします。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉ときわ館。1年を通して季節の企画満載、地元東進地区限定お得なプランもあります。詳しくはときわ館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソングサクダイナー。風に舞い上がる白髪の花、ひょんなに涙止めどなく流れても、飛び立てばいいさ。時刻は8時40分を回りました。ここからは、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉ときわ館の提供でお送りします。諏訪ひろみさん、シングソング作題がです。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではまずこちらから行ってみたいと思います、はい、今週のときわ館情報。ときわ館の花岡社長、今週も情報をありがとうございます。ありがとうございます。情報その1、信州プレミアム食事券が始まりました。11月28日月曜日から信州プレミアム食事券が始まりました、はい、期間は2023年3月10日金曜日まで、来年の3月10日までですね、うん、そして購入場所はインターネットで申請して電子クーポンで配布されます、はい、今回は紙の券じゃありません、うん、そして使用方法、ペイペイみたいに QR コードで決済。こちらはスマートフォンとかタブレットがないと使えないのかなっていう感じですね、うん、はい、これを機会にスマホデビューなんて方もいらっしゃるかなそして金額です。1万円で1万2000円分の食事券、2000円のお得です。ときわ館での対象者は日帰り宴会の方のみになっております。ご宿泊の皆さんは対象外です。今回のプレミアム食事券は電子クーポンです。使い方がちょっと難しいですが、最近では QR 決済が増えてきますので、練習だと思って挑戦してみてください、うん、情報その2です。全国旅行支援、12月27日まで延長されました。全国旅行支援は12月20日までということでしたが、27日までに延長されましたよ、うん、そして年明けにも新たな旅行支援があるようです。
これも期待できますね。そうですね。でもだんだん割引が減ってきますので、今のうちに旅行されることをおすすめします。はい、今だいぶお得なようですからね。本当ですよね、うん、はい。情報その3、コンパートメント客室のホームページが完成。今までの旅館にはない面白い客室、コンパートメント客室の宣伝です。ようやくホームページが完成しました。こちらはぜひね、インターネットで時和館検索していただきまして、ホームページから、ご覧になっていただくと、もうあの一目瞭然ですね、うん、これはね見た方が分かりやすい。そうですね、イメージが湧きますよね、うん、コンパートメント客室のご利用の細かい注意点なども掲示してありますので、ご覧になってください。ということで、以上が時和館からの情報でした。はい、今日も情報盛りだくさんでありがとうございました、はい、ありがとうございます。また年明けもね、新しい旅行支援がある予定なんですね、うん、期待できますよね、うん、こちらもね。ただやっぱりね、今が一番お得説もありますからね。確かにまだ間に合う、27日まで、うん、ね、もう年末までね。あ、でもまだ27日っていうとあと 2,3 週間ありますからね。そう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 、うんうん、やっぱりね、そうそうそう、あの一番の年末年始っていうのはちょっと対象にならないみたいですけれども、うんうん、それまでのね、ちょっとこう隙間を縫って、うん、ほらクリスマスなんかも、ね、どうですか、クリスマスと共感いいですね。ね、うん、はい、ぜひ利用してみてください。いや、ぜひぜひ、あの皆さんご利用ご検討ください。はい、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、菰野日野温泉時和館の提供でお送りしました。時和館情報ありがとうございます。はい、ではメッセージ、私の方でいただいているものありますので、2通紹介、あ、失礼、そうです、3通ですね、はい、3通紹介させていただきます、はい。ラジオネーム、そうよ私は水亀座の男さん、改めそれは三河健一さんのサソリ座の女、スタッカリノさん、ありがとうございます。楽しい。奈々ちゃん、 FM 桜井をお聞きの皆さん、おはようございます。おはようございます。私、水亀座でございますが、うんうん、毎朝テレビで出勤前に見る星座占い、うん、意図的にそうしているのか偶然なのか、水亀座って高確率で最下位です。あら、そうなんですか。そうなのかな。水亀座の皆さんそう思いませんか。月曜日の朝で会社にも行きたくないのに勝手に占って最下位なんて軽くブルー入っちゃいますよ。まあ確かにね、そうなのかな。ちょっと今度意識して見てみますね。あ、ちなみにですね、うん、どうだろう、今日の LINE の星座占いは水亀座、うん、あ、4位ですよ。あ、そんなに悪くない。いい、いい、こだわりのもの取り入れてって書いてあります。何か好きなものぜひね、そうよ私は水亀座の男さん、取り入れてみてはいかがでしょうか。取らせてください。そうですね。、はい、まあ、ノストラダムスの大予言でさえ当たりませんでしたから、あんまり信用していません、うん、そうですね。、うん、大事。小泉きょんきょんさんのあなたに会えてよかったございましたらリクエストお願いします、いただいたんですが、ごめんなさい、ちょっと見つからなかったので、またこれに懲りずにリクエストお願いします。ではもう一つ、はい、ラジオネームキラキラ星ももさん、はい、もう一つ追加できてましたね、私宛てとリスナーの皆さん、それから諏訪さん宛てに追加で来ておりました。はい、寒くなりましたね、ももちゃんもコートを着て散歩しています。ももちゃんってこれワンちゃんですよね。そうですね、うん、ももちゃんもコート着るんですね。まあでも寒いからね、もうワンちゃんもコート必要ですよ、ちっちゃいワンちゃんはね、うん、寒いですから、はい、うん、七瀬ちゃん何座でしょうか。私はカニ座です。私は獅子座ですといただいてます。占いは必ずチェックします。リクエスト曲もいただいてましたね。でごめんなさい、これ私宛てのリクエスト曲だったのに、見落としてまして失礼いたしました。また明日かけたいなと思います。夜空が綺麗なので夜空の向こうお願いしますといただいてました。はい、ちなみにですね、キラキラ星ももさんの獅子座、うん、LINE の今日の占いによりますと10位、前向きな変化を作ってということで、ちょっと順位はあれですけれども、うん、あのメッセージは前向きなので、そうですよね、はい、まだまだいくらでも変えようがあると思いますよ。何事もプラスにねするための占いですからね。 その通りです、はい。では、私の手元の最後のメール、頑張れまこちゃんさんいただきました、はいはい、ありがとうございます。七瀬さん、諏訪さん、そして三度の飯よりゼロモニというリスナーの皆様、埼玉県内より今日も元気におはようございました。おはようございました。おはようございました。昨日5時間かけてトレーラーを洗車したのですが、お疲れ様、明け方からパラパラと雨に降られてしまった残念な誠くんです。すごい5時間かけて掃除はすごいですね。メッセージテーマ占い、
積み込みや現場で車から降りている時を除き、月曜から金曜の毎日10時20分頃にやっている日テレ系番組スッキリ内での誕生月占い、僕が大ファンの岩田絵里奈さんが出ていることもあり、欠かさずチェックしています。リアルタイムで見れなかった時はネットからスッキリを検索して運勢を後からチェックしています。熱心ですね。すごい、天気予報をチェックして洗車したのに雨に降られたからきっと今日の運勢は12位でがっかりすだろうな。あ、スッキリスとかがっかりすのやつですね。あー、なるほど、せめてラッキーカラーが今着てる T シャツのブラックであってほしい、切実といただいてます。ラッキーカラーね、身につけてるとなんか運気挽回できるみたいなことも書いてあることもありますから ね、あのチェックしてるということで、まこちゃんさん、はい、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。では諏訪さんの方でもお願いします。はい、紹介していきたいと思います。パズルの達人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。諏訪さん、水原さん、おはようございます。おはようございます。かなりのご無沙汰です。そうでしたね、元気でしたかね。テーマ占いということですが、今はそうでもないのですが、昔はテレビで7時前になると毎日注目していました。自分の星座、ちなみに乙女座が出てくると、一喜一憂でした。そうですよね、うん、さて月曜日は生歌ということですが、2曲で悩みましたが、リッサーの一斉の喝采、ワールドカップのですね、いただきました。頑張りたいと思います。はい、パズルの達人さん、乙女座さん、今日はどうなのかな。乙女座はですね、LINE の占いによりますと、お、2位です。お、いいじゃないですか。星5のうち 4.5、 アクティブに動くようにしてとのことです。いいことあるよ、きっと。続きまして、スワッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マンディーさん、水原さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。サッカー日本代表が決勝トーナメントに進出した日、うん、先々週の息子夫妻に続き、娘が旦那さんとともに帰省いたしました。よかったね。普段でも息子夫婦と娘夫婦の4人はとても仲が良く、頻繁に都内のグルメスポット巡りをしたり、うん、都内にあるお互いの家に招待したりして交流しています。わ、楽しそう。今回もコロナ対策のため2人はホテルに宿泊し、おもてなし夕食会は我が家で行ったのですが、夕食前、買い物から帰ってきた2人、娘が上空を指さし何かを発見したようです。見ると東にゆっくり移動する小さな光、国際宇宙船宇宙ステーション希望でした。わー、素敵。私は見るのが初めてで、しばらく3人でその小さな天体ショーを楽しみました。次の日に出かけた場所の画像も送りますということでいただきましたが、素敵ですよね、夜空をね3人で見上げてっていう素敵な光景、ちょっと想像してしまいます。すごくね、絵になりますよね。うん、画像もありがとうございます。そして今日の生歌リクエスト、テーマの占いといえばアグネスちゃんのひなげしの花なのですが、マンデーさんがご存知ない可能性がございますので、平原彩香さんのジュピターをお願いします。は、占いと星とね一緒に来ました。楽しみですね。はい、何が出るかお楽しみにしてください。そしては、キラキラ星ももさんのメッセージです。ひろみちゃん、ななせちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。島田秀平さんのお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。朝起きてテレビをつけて占いチェックします。あ、みんなチェックですね、うん、ラッキーカラーは大切です。洋服に取り入れています。ない時のカラーはハンカチとかティッシュケースにします。楽しみです。すごい、本当に皆さん活用してるんです ね本当に。リクエスト曲はやっぱり飾り舟ということで、私のオリジナル曲いただきました。後ほどお届けしたいと思います。楽しみです。そして、長野ドットノム、改め長野テイスト、ジョシュドットノムさん、ありがとうございます。七瀬ちゃん、ヒロロン、おはようございます。おはようございます。おはようございます。やがての大雪、冬空寒く冬となる、朝晩の峠仰ぎ見て雪まころ、七瀬ひろみとファンキーにグルービーにスイングしようぜ、FM サクダイラベイビーステスタッフちゃん、ひろろ、七瀬ちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。写真入りの2種類の年賀状、宛名印刷もして少し様子を見て投函します。うん、今日は群馬の4歳のニーニに2歳の孫娘らのご希望のプレゼントを京都駅に近くに買いに行きます。みんなが見つかるといいね。年賀状もそろそろ準備しないと、いや本当に。ヒロロン、ヒロロンと桜井のラジオに出たのはもう10年くらい前だよね。本当ですよね。私も、年末に国慶を迎えます。わー、 お元気かな、相変わらず。
歌楽しみに、ジャーポット魔法瓶ということで リクエスト夢みそかいただきました。後ほどお届けしたいと思います。ありがとうございます。ノムさん、ラジオネームおたまじゃくしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、ななさん、なリスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。サッカークロアチア戦楽しみです、うん、スペイン戦家族で4時前に起きて、リアルタイムで観戦すごい盛り上がりました。リスナーさんとも LINE しながら楽しかったです、ってことですごいですね。私もでもお布団の中でスマホで見てたんですが、はいはい、もう勝った瞬間に全身お布団の中にいるのに、うん、こうサムエボが立つようにこう格好でなんか体がゾワゾワゾワってしたのをちょっと今でも覚えています。いやすごいですよ ね、 やっぱりね、楽しみですよ次も、うん、占いはテレビ D ボタンに星座占いを見て、ラッキーカラーを着たり、ない時は小物を持つとその日ラッキーなことがあることが多いです。本当に皆さん、そうなんだ、有効に使ってますね占いね。生歌パワーいただいてます。生歌リクエストは中島美香さんの雪の花、よろしくお願いします。どこを切り取って歌ってくださるのか毎回楽しみです、ということで後で聞いてくださいね、歌います。はい、そして最後のメッセージです。亀の実行部隊小村市のファンファンライター2号窓59歳さん、ありがとうございます。 FM 作題を今お聞きのリスナーの皆さん、ヤホマル、ソワヒロミマンデーさん、ヤホマルだよ。島田周平さん、聞いてないって書いてある。聞いてたらすごい。聞いてたら嬉しいですけどね。そして七瀬さん、はい、元気ですか？元気です。元気です。今日もよろしくお願いします。お願いします。クイズ形式生歌リクエストいきますよ。はい。母がくれたたくさんの優しさ、愛を抱いて歩めと繰り返した。さあね、なんだこれね、全然わかんなかったんですよ、うん、ここだけ切り取ると私も、うん、はそうそうそう、これ、ね、今日はすぐ諦めちゃいました。私も早々に諦めましたね。こちらは、キロロさんの母がですね。あ、そこをね、歌に乗せてんだとね、わかるんですよ、うん、不思議ですよね。ね、キロロさんの未来へ、うん、はい、ファンファン切り抜くとこが秀逸だから、そうなんですよ、今日ちょっと難しかったなと思いながら。ありがとうございました。はい、では生歌の方ご準備はいかがでしょうか。はい、頑張りたいと思います、はい、あ、ちょっと待って、これ全部でひっくり返りなしちゃったな、あららら、大丈夫かな。いつもね、本当にもう一本早い新幹線で来ないとこれはちょっと最近間に合わないかなとか思いつつ、生歌がねリクエスト増えてきますからね、ありがたいですね。よし、頑張ります。はい、では早速お願いします。レッツキティシャツ、昨日はみ出せよ、誰かに委ね生きてたらたどり着けない、いやいや、丘の上ひん流しの花で占うのあの人の心、今日も一人 Every day I listen to my heart、 一人じゃない、深い胸の奥でつながってる、旅の行きずり面影重ね、祭りの川に浮かべてみれば、もう一度あなた、あなたに燃える飾り舟、夢の故郷は安らぎの里、風の音さえも心に染みる、風が冷たくなって冬の匂いがした、そろそろこの街に
君と近づける季節が来る今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す母がくれたたくさんの優しさ愛を抱いて歩めと繰り返したほら前を見てごらんこれがあなたの歩む道ほら前を見てごらんあれがあなたの未来諏訪さんありがとうございましたありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますみんな素敵な一日を占ってね